地面に反射する文字を作成する方法についてご説明します。それではまずは作業がしやすいようにこの画面を拡大したいと思いますので、キーボードのコントロールキーを押しながらマウスのホイールを上に数回このように転がします。そしてこの状態でこちらのテキストツール A というマークをクリックし、適当なところでこのようにクリックするとカーソルがこのように点滅しますので、この状態で文字を入力します。そして選択ツールに切り替えて、こちら、鍵のマークがロックされた状態で、このようにロックされた状態で、右上の矢印をこのようにクリックしたまま動かします。するとこのように文字が拡大されますので、ここではこのサイズについて、横幅やこの高さのサイズについてはちょっと適当にやりますけども、実際ロゴなどを作成する際は、この横幅のサイズをこちらでしっかり指定する必要があります。ではこの状態で選択して、このように矢印で囲われた状態でコントロール D を同時に押します。すると同じものがこのようにもう一つ複製されますので、この状態で今複製した方をクリックして、こちら垂直方向に反転というボタンを押します。すると、ちょっと見にくいのでずらしますと、このように、真上が真下にこのように反転されますので、この状態でこちらをクリックしたまま、キーボードの十字キーというか下の矢印ボタンをこのように押していくと、このようにどんどんずれていきますので、そうすると、これぐらいでこのように上を向いた文字と下を向いた文字とこのように2つ作成できます。この状態で次はですね、こちら反転した方をクリックし、このグラデーションツールをクリックします。そしてこの文字の上でダブルクリックします。すると左から右にどんどん黒から透明になっていくようなグラデーションがかかりますので、この状態でこちら四角のマークをクリックして上に移動させて、こちらの丸のマークをクリックしてこのようにグラデーションの向きを変えます。すると、選択ツールに切り替えるとこのようにちょっと反転したような雰囲気になりましたので、今度はもう一度こちらをクリックしてグラデーションツールをクリックします。するともう一度このようなマークが現れますので、もう少しこのように上に引っ張ります。すると、先ほどよりも自然に反射しているような雰囲気になりました。これは例えば、適当に四角形を作成してこれを、最背面に移動させるとこのようにちゃんとグラデーションが白になっているわけではなくて透明になっていますので、黒から透明になっていますので、このように設置してもちゃんとこちらグラデーションがうっすら消えていくようなものになります。例えばこれを赤にしても同様ですし、白の場合も同様、このように透明のグラデーションをかけることによってこのような反射した文字を簡単に作成することができます。